よし、OK。イェイ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 。整いました。では、月神のステージ始めたいと思います。皆さんどうぞ、初めての皆さんも、ね、知ってる皆さんも、数曲ばかし、お付き合いください。じゃあまだ、まだみんなも知ってる歌かな。テレビアニメ、ずっと老若男女知ってるこの歌から。ルパンシャンシで、それをお互い、村長もね、それ中久保さんも、で、俺もやってたんです。それで知り合ってね、出会ったんですよね。で、まあ、それからまあ、その10年ぐらい、月日は経つんですけど、まあ、そのスティッカムっていうところで動画をアップできるんです。で、その中久保さんが応援してくれて、周りの皆さんも応援してくれて、まあ、この動画がね、動画っていうか僕のこの歌が、今から歌う歌が、
90数万閲覧数いって、もうちょっとで100万閲覧数いくっていうとこやったんですけども、そのサイト自体がなんかやり方が変わったのか経営が変わったのか動画全部なくなっちゃいましたね。過去の栄光になっちゃいました。でも栄光っていうものはね、過ぎてったらもう過ぎていくんです。賞味期限なんてもう昔のもんなんですよ。またね、新しく料理人が新しく次から次料理作るのと一緒でね。僕はあんまり最近歌は作ってないですけどね、いやみんなに届けられるそんな歌を歌っていきたいなと、そう思ってこうステージ立たせていただいてるわけでございますけども、じゃあちょっとだけその当時作りましたこの歌やらないと、多分中久保村長に何でもありやらへんじゃん、何でやらへんじゃん、お前はあの歌お前宣伝しきとやないか、ね、何でお前はあの歌をやらへんの、モノマネでした。君の知らない君の歌。何でもなかったように今夜も歌うよ恋の歌、今じゃもう届かない君の知らない君の歌、一緒にいた頃の物たちや風景が全て繋がって記憶を呼び戻す、風が去るように色がなくなって、思い出になって愛がいた、愛がいた、
ありがとう。ありがとうございます。さあ、まあ、いろんなことあんねんて、人生はね。人生はいろんなことあんだけども、ね、やりきれないこともいっぱいあるんですよ。ね、まあ、その時にはどうするかなっつって、おどけてみせたりしても、どうしてもあかんかったりするんだけど、とりあえず笑ってればね、ええことが起きるかもしれんし、でも嫌なことあったから、そんなすぐ笑えないよってね、うん、そんなこともあると思います。あのずっと前ね、あの東日本の大震災の時に、まあ、あの1週間後に作った歌、今から歌おうと思います。あの忘れることもできないこともいろいろあると思う。人生ってね、あの歩いていくとそういう時があると思うんだけども、やがてね、みんなで笑顔になれたらそう思ってね、この歌作りました。スマイル。少しは楽だけど、立ち上がる現実、なすべもなく頭を抱えた。時間が解決できないことだってある。でも怖くない、そう怖くない、絶対大丈夫。しばらくはそのままで何もできなかったけど、いつしか心の雲の隙間から光を感じた。
どこまで行けるかを歩き出すんだ。